は、本日の動画はですね、今映ってるポリッシャーと、スパシャンから出てるこちらのコンパウンドを使って、私のエディシオンプレステージのボンネットを磨いていきたいと思います。細かい傷とか、コーティングのムラとかがありまして、映りますかね、遠目で見ると結構ツヤがあって綺麗に見えるんですけど、黒に近い、なんていうんですかね、ダークパープルみたいなボディカラーなので、どうしてもこういうムラとか細かい状態が目立ってしまうので、今回ポリッシャーの方で磨きたいと思います。で、私ポリッシャー使うの初めてなので、シルトに優しいと言われています。ダブルアクションのポリッシャーで、コンパウンドの方は、ミディアムと言われる、粗すぎず細かすぎず、一気に仕上げまで1本でできるようなイメージでやろうかと思ってます。メインは傷を消すっていうよりは、コーティングのムラとか表面の汚れを落としたいというところで、肌や粗い粗めハードとかは使う必要がないのかなっていうところで、スパシャルのショップのお店の人とお話しして、オールインワンとか使うよりはミディアムの方がいいだろうということで、今回これ1本でやってみようと思います。で、これでポリッシャーをかけた後に最後仕上げでスパシャルとスローンでですね、またコーティングをし直したいと思っております。それでは作業の方に移っていきます。
はい、それではですね、今ちょうどボディの右半分磨き終わりました。だいたいここら辺に境目があるんですけど、分かりますかね。これシャンプーやった後なんですけど、まあこんな感じで、なんていうんですかね、ムラというか汚く残ってたのがこんだけですね、右側だいぶ綺麗にしております。右と左映すと、空の反射の仕方がだいぶ違いますね。マスキングしてあるわけじゃないんで、ちょっと真ん中が分かりづらいですけど、このほぼ真ん中ら辺から右がコンパウンダーで施工した側、左が未施工になります。でミディアムで磨いただけなので、見えますかね、ここにちょっと深い傷があるんですけど、まあ、こういう傷はまあミディアムじゃちょっと消しきれないし、ハードでも消えるか分かんないレベルですね。その他の細かい磨き傷みたいなのはだいぶ消えて、まあ、素人目ではもう気にならないレベルになっております。まあ、簡単に施工したい人にはミディアムでもだいぶ足りるのではないかなと思います。ではこれからまた未施工の左側ですね、こちら側を施工していきたいと思います。それではですね、施工の方が完了しました。だいぶ細かい傷が消えたので、ツヤの出方が良くなったかなと思います。さっき途中で説明した通り、深い傷は消えてないんですけど、まあ、円形に残ってた磨き傷のようなものは一通りコンパウンドのミディアムでも消えたかなと思います。まあ、中古の古い車なんでね、こだわれば、ハードから順番に仕上げに向けてコンパウンド3種類4種類試した方がいいのかもしれないですけど、まあ、私の方はもうこのミディアムの後にスパシャンとかコーティング系でなんかツヤを出していければなと思ってるので、まあ、1本だけで磨きは終わらせたいと思います。まあ、どのクオリティを求めるかにもよるかと思うんですけれども、まあ、初めて磨きに挑戦する人とかは、まあ、ミディアム1本もしくはオールインワンでもよろしいかと思います。私が今回オールインワンを使わなかった理由といたしましては、なんかホンダの車とのその相性の問題で、まあ、ショップの人に聞いたら、まあ、ホンダ車を磨くのであればオールインワンよりこちらのエンジェルワックスのミディアムぐらいで磨くのがいいんじゃないかっていうことで、ご返答いただけたので、私は今回オールインワンではなくこちらのミディアム1本で仕上げました。ホンダ車以外のお車でしたら、ひょっとしたらオールインワン使った方が仕上がりは綺麗かもしれません。まあ、そこら辺はいろいろ皆さんの方でお調べして施工していっていただければなと思います。それではこちらの本今回のコンパウンドでの磨きの動画以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。